ej, ej, daj ściaj! Ode ファイナリストが1名決まります。いきます。先行 D キャド高校オーソリティ発祥節業コンション DJ はティグレディーファイト。さあこっから本番真っ向勝負、お前とやってくだけどな、俺はできるなら猿と勝負がしたい。だからお前じゃない今日勝つのは、俺が認めた MC が今日は勝たさない。だから俺が今日は絶対に負けない。そんな感覚アウソリティ、お前と呼んだはずだがお前のラップ俺に見せてくれよ。俺とお前が初参戦でも違う着眼点100点満点バッチリ叩き出す。俺が今日勝つからノーアルタかローカルからのロシア系に来た。だからお前とは違うこのスキル、次は猿まあどっちが上がるかなんてまだ分からねえが、あんたとバチバチにやりてえってことだけ確か。確かに分からない。お前のラップが陰に引っ張られてストーリー変わってんじゃねえの。何が言いたい、俺には伝わらない。俺ならばガチリ嫉妬もしやるさ、陰気品そんな不上品全て捨ててる、ここに立ってる。俺は今日一日はマイカフォン絶対離さない。この先もお前に対してアンサー返すさ。全て捨てたやつってのは前にしか来ねえのに、おめえはさっきから後ろばっか言ってんだろ。捨てたものがリターンになって帰ってこねえやつはただ頭が悪いだけ、バカなだけ。頭お花畑かもしんねえけど関係ねえ、俺の方がまだかませる、かませ犬かもしれねえが、俺がお前に絡めるみてに中身ない分は送らねえよ。後ろにいるの見えてるってことはこいつも後ろにいるってこと、それが全然分かってない。ボケツ掘ってる、お前おケツ掘ってる。いや、そんな感覚お前マジでつまらない。さっからな陰ばっか気にしてストーリーボロボロ、そんなもんじゃボロボロ全て乗り残す。俺は全部は捨ててねえよ、しっかり拾ってやってんだよ。俺が陰に引っ張られてんじゃねえんだよ、俺の陰に引っ張られて今の耳のイケてるヘッズがついてきてんだよ。お前は何も分かってねえんだよ、だからお前のラップに全然歓声が上がってねえんだよ。あとな、墓穴掘ったとかお穴掘ったとかうまいこと言ってんじゃねえよ、俺は YouTube でヤバい音楽掘ってんだよ。ディグってディグってビートから選んで俺もヤバい音楽掘られずに出るような存在になるぜ。 YouTube ばっか掘ってる、こいつが音楽シーン敗退させる第一歩さ。俺はしっかりツタヤでな CD も買ってる、なんだって違う経済力、音楽掘るために働いてんだ。お前みたいに昼間プラプラしてねえんだ。俺はこんなやって DJ やってる、だからレコードも買ってる、音楽に貢献してる。レコード買ってるから真に貢献してる、恩着せがましいこと言うやつは貢献してないぜ。金かけてるかけてないの問題じゃなくて、トラックはツタヤに売ってないから頭に叩き込め。熱いことか逆しか言えねえようなラッパーに俺は絶対に負けたくねえよ。お前がもし決勝ならギャグはチャンピオン、まるで今じゃ落ち目、まるで桂三四郎。え、終了、決めましょう。声を聞かせてください。まずは先行 D キャドン、続いて高校アウソルティ、まずはアウソルティ、バイシンの皆さんお願いします。レディージャッジ、勝者アウソルティ、 D キャドにも大きな拍手。